ピエール2世のリュックサンブールは、フランスの貴族、軍人。サンポール博、ブリエンヌ博、マルル博、ソワソン博及びアンギャンの領主。サンポール博類と、その最初の妻のマルル城博、ソワソン城博、ジャンヌの間の次男として生まれた。一族は、ブルゴーニュ公爵家と密接な関係にあり、父は1475年、シャルルトシンコと進行を特んで、 フランス王ルイ11世に対する陰謀を企てたため、反逆罪で処刑された。このためピエールは、父の所領の大部分を没収され、アンギャンの所領のみを相続した。翌1476年に、アニジャンがムルテンの戦いで戦死すると、マルル伯領及び、ソワソン伯領を受け継ぎ、死んだ兄に代わって、ウルゴー公爵家と関わりを持つようになった。 1477年に都市振興の後継者、マリード・ブルゴーニュの宮廷に出資し、1478年に金曜毛騎士団の騎士に列せられた。マリード・ブルゴーニュのフランス王室に対する取りなしのおかげで、ピエールは父の処刑後に没収されたサンポルト・ブリエンヌの二つの伯爵領を取り戻すことができた。1454年、 サボヤコールドビーコの娘マルゲリータと結婚し、マニ5人の子女を設けたが、生育したのは娘2人だけだった。ウィキメディアコモンズには、ピエール2でリュクサンブールセインとパルに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。